はい、次はちょっと帰りはね、帰りは御殿見ながら帰ろうか。まあ、歩いてみなくて御殿を見せる部分が探すまで御殿を見ながら行くでしょう。そしてもう一回スマホで撮ろうか。はい、なんだこれ。チーズカット麺、わからない意味だ。韓国かい。人気のベビーカステラね。このベビーカステラの冬カステラフェンダーこれ。よくわかるやつ、皆さんね。で、ジャガーバターよう食べてあるけど、あ、ここで買ってるのか。さっき感じに見せないよね、ジャガーバター。一食でいただきます。ほらほらほら、お札800円になります。お札も飲んでました。ありがとう。じゃあ、はい、じゃあ、おばあちゃんです。大井戸の唐揚げ、じゃあ、これ並んであるよ。みたらし団子なんだ、みたらし団子。これはスーパーボール。おー、いっぱいいっぱい子供が、ね、スーパーボール。おー、ドラフレジオさん、おー、クリアミー牛、牛、羊、何年や、クリアミー。これ何や、クリアミーさんだよ。これ初めてやる。もう席ばっかり。重かったで。どうやる。
なんでゴール行ってくれたよ。兄弟役もカツホタテ、はい、カステラ、ランドフラークの何系があるの、ここシャルギャバン、もう払ってない。いらっしゃい、いらっしゃい。これがいい。
ずっとずっと寝てるんだ。駅まで通行禁止ですからね。ここで車道を歩いてます。みんなやっぱり歩道歩いてるんだよな。歩道歩いてる人多いね。これ普段は通れんねんけどね。え、通れなかったかな、これ。いや、通れるな、こう曲がれるもん、私は。右から来てね、右から来てずっと左曲がって、ね、ここ入れないけど、こんなことになります。で、駅がちょうど正面駅。正面が駅です。車道の真ん中を歩いてます。はい。だから普段から歩けんからね、道真ん中はね。みんな歩道歩いてありますよね。車道ひどいのに、狭いところを。ちょうどね、もう真ん中歩いてます。車道の真ん中なかなか歩くことないからいいよ、これ気分がね。このちょうど白線の上は今歩いてますけどね、真ん中は。雪が見えないな。雪はどこだ。40年ほど前この辺に、あの盆休みにね、この辺でよ、どっか方面食べた記憶あるかな、分からんな。方面ってね、あの看板が出たりね、看板が乗れんかね、記憶なんかあるんだけど、分からんな。この辺やと思うんけどね。駅が見えないね。電話かとらんな。お、電池がもう持つかな。電池はもうないですが。はい、歩道を歩きました。その真ん中の白線を歩いてますからね。ここはどういうことだ。もういっぱい寝とるぞ。あ、ここが駅だ。昔に来たことあるんだけどね、この駅で行くからね、あの電車で来たことあるんだけど、覚えてないな。40年以上前だろうな。こんなんやさ、こういっぱい露天寝てます。正面が駅だ。駅からどんどん人が出てきますね。すごい人が。あら、
車が待ってあります。渡られあすごい人に行きます。車が着いたのか、ここは行くです。ここ人工行きだ。人工行き飛んでますわ。買う人がいっぱいですわ。でももう近い。Thank you.